カフェステラと死神の蝶。忘れてなかったんですね。ごまかされてるのかと思いましたよ。私のことを信頼してもらえませんか？愛って誰かを愛するのってどんな感じなんだろう。でもこれを言ったのは昴生さんですよね。盗み聞きしたような言い方をされるのは心外ですね。聞かれて困る話なら誰もいないところで言ってもらわないと。そしたら私、昴生さんの本心が聞けなかったですよ。そうですか。私は情けないだなんて思ってません。俺のものはお前のもの、お前のものは俺のもの。そう言ったのは昴生さんですよ。もう忘れたんですか？でもそれってコーヒーだけの話じゃありません。悩みだって不安だって私のものですよ。だから今度はちゃんと聞かせてください。寝ている時に漏れ聞くような話じゃなく、ちゃんと聞かせてください。そりゃあ無理やり強引に聞き出すことは私にはできません。でもキスはもうしちゃいましたよ。お願いがあるって言ったら後で聞くって言ってキスをしましたよね。キスしましたよね。キスしましたよね。